2006年に設立された。オーナーは、マイケル・オルターとマーガレット・ステンダー。本拠地は、イリノイ州シカゴのウィントラスト・アリーナ。シカゴ・ブルーズの姉妹チームではない。2005年2月、NBA コミッショナーのデビッド・スターンは、シカゴに本場の新しいチームを設立したことを発表した。暫定的なチーム名は、本場・シカゴだった。5月27日、 元 NBA プレイヤーのデーブ・コーエンスがヘッドコーチ兼 GM となることが発表され、本拠地は UIC パビリオンに置かれるとされた。9月20日に最終的なチーム名とロゴが発表された。チームカラーの黄色と青は晴天のシカゴの空と日差しがスカイラインに輝く様を表現するものとアナウンスされた。 2005年11月にエクスパンションドラフトが行われ、コネチカットさんから、ブルックはイコフ、サンアントニオスターズから、バーナデット・ミーザ、デトロイト・ショックからエレーヌ・パウエルと、ワシントン・ミスティクスから、ステーシー・ベールズを獲得した。最初のシーズンをチームは5勝29敗の東地区再開で終えた。 シーズンオフに HC 県 GM のカウンズが辞任し、ミズーリー大学カンザスシティ校の女子バスケットボールチームのコーチであったボー・オーバーテンが新しい HC 県 GM に就任した。2006年はリーグ最低の勝率を記録したため、ドラフトロッタリーで1位指名権を得る確率が最も高かったにもかかわらず、引き当てたのは3位指名権で、 この権利でアーミンティ・プライスを指名した。加えて、シャーロット・スティングのチーム解体に伴う分散ドラフトで、モニーク・キュリーを獲得した。2007年シーズンは14勝20敗と大きく、成績を改善し、前年ドラフトで指名したプライスは、新人王に選ばれる活躍を見せたが、プレイオフ進出権は2ゲーム差で手が届かずにシーズンを終えることになった。 HC 兼 GM のオーバーテンが辞任し、アシスタントコーチのスティーブン・キーが、HC 兼 GM に就任した。2008年シーズンは、東地区5位の12勝22敗の成績で終え、再び、プレーオフ進出を逃した。2008年の本場ドラフトでは2位指名権によって、シルビア・ファウルスを指名したが、この年のシーズンは、故障によりほとんどプレーしなかった。 2009年の本場ドラフトでは、ポイントカードのクリスティー・トリバーを3位指名権で獲得。シーズンは16勝18敗で終え、プレイオフ進出は逃した。2010年シーズンの開始前、本拠地をイリノイ州ローズモントにあるオールステートアリーナに移した。ロスターには、トリバーとドユプリーを、放出、シャメカ・クリストンとカトリーヌ・クレーベルドを獲得した。 シーズン中の一時は、勝率5割となる時期もあったが、レギュラーシーズン最終10試合中8試合を負け、東地区6位でシーズンを終えた。キーに代わりもトルイジアナ州立大学の女子バスケチーム、HC のポーキーチャットマンが新 HC ケン EM に就任。2011年シーズンは、ファウルスが平均20得点10点にリバウンドのシーズン。 平均ダブルダブルと活躍したが、チームは14勝20敗でシーズンを終えた。2012の本場ドラフトでは23位で、シェーペディオ、27位で、シドニー・カーターを指名したが、同年5月に、ウェーブされた。シーズンの初めは7勝1敗と良いスタートを切った。ものの、結果的には前年と同じ14勝20敗の、成績で終えた。当時のリーグで、 プレイオフ進出を経験していない唯一のチームとなった。2013年はスカイにとって天気の年だった。この年のドラフトでは全体2位でエレーナ・デレダン、そしてブルックリン・ポープを指名した。デレダンは平均18.1ポイントの活躍を見せ、本番初のオールスター投票で1位を獲得したルーキーとなった。チームは24勝10敗で、ついに プレイオフ進出を果たしたが、カンファレンスセミファイナルで、インディアナフィーバーにスイープされシーズンを終えた。2014年シーズンは15勝19敗と前年に、比べ成績を落としたものの、プレイオフには、手が届いた。プレイオフでは、アトランタドリームとインディアナフィーバーを下しファイナルに、進出するも、フェニックスマーキュリーに0勝4敗で敗れた。2015年シーズンは、 カンファレンス2位で終えるが、プレイオフでは、フィーバーに、セミファイナルで敗退した。2016年シーズンも、プレイオフに進出するが、ロサンゼルススパークスに一勝3敗で敗退した。2016年12月6日、アンバー・ストックスが新しく HC ・ケンジ・ EM となった。2016年のシーズン後、デレダゴミスティックスのカーレア・クーパーとステファニー・ドルソン。 2017年ドラフトの2位、指名権とトレード。2017年シーズンは12勝22敗で、プレーオフ進出を5年ぶりに逃す。2018年の本場ドラフトでは、ダイヤモンドでシールズとガビオ・イリアムスを1巡目で指名。チームは2年連続で、プレーオフを逃した。8月31日、ストックスの続投が決まった。2018年11月、 ジェームズ・ウェイドを新しく h c 兼 g m に迎えた。2019年の本場ドラフトでは、ケイティ・ルー・サミウェルソン、クロエ・ジャクソン、マリア・コンディを指名。シーズン開始前に、ケイラー・アレクサンダーと契約し、アレーナコーツを放出。2019年シーズンは20勝14敗と大きく、成績を改善した。ウェイドは、最優秀コーチ賞を受賞、バンダスルート。 アリー・クイグリー、ダイヤモンド・でシールズが、オールスターに選出された。ファーストラウンドではマーキュリーを下したが、セカンドラウンドで、ラスベガス・エイシズの、デリー・カ・ハンビーの逆転ブザービーターにより敗れた。ノート、勝ちイコール勝利数、負けイコール敗戦数、パーセントイコール勝率。ありがとうございます。